え何これ、あいついつの間にか車買ってるじゃん。ショートとケンジのエクスプローラーロッキーズ。何いつの間に車とかってんのびっくりしたんだけど。びっくらなかったですか。知らなかった。昨日買ったっけ。え、昨日買ったの。昨日買いました。マジで。はい、僕のが裕福やからあんま自慢したら可愛い子かなと思って確かに、うん、ほんまや。まあそんなん言いながら残高ゼロなんですけどね、今。今ゼロ。あれだね、あのビットコインも、ビットコインであれクリプトも死んだしな。死んだ。今プラマイゼロです。新車でどこ行く。新車で、うん、まあ、ちょっとケローナまで。違うでしょ。新車のくせにいきなりロックチップ食らってそれ直しに行くんでしょ。かわいそうに。あのフロントガラス、フロントガラスピッカピカやったのに、うん、オンボロピックアップに石飛ばされて、こんなあ、だからなんだ。あんなさ、オンボロ赤いキャラバンさ、うん、なんでそんな慌てて直すのかなと思ってたの俺。あんな直すわけないじゃないですか。でしょ。なんか何かなと思ったら、こういうことか。おぉ、かっこいいな。でも知ってた？ミニバンって北米で男子に一番人気ないんだよ。ねえ、らしいっすね。みんなやっぱトラック乗ったり。そう、みんなトラックじゃん。もうミニバン一番嫌い。俺は死んでもミニバン乗らねえってやつも結構いてさ。分かってないな。文化でしょ。これなぜかっていうとね、これめちゃくちゃ広いでしょ、これ。はい。これ。で、子供のあの、チャイルドシートも付けやすいし、うん、あと買い物した時に、うん、もう後ろにボンボンボン入れられて、しかも低いじゃん、車高が。はいはいはい、ママが乗る車ってイメージらしい。まあそんなんだよ。でもこれ一番便利だよね。便利。めちゃくちゃ便利。どれやられたの？あれ。どれ？中からのが分かりやすい。ああ、ブルーズアイって。でもこれあのさ、変な注射器みたいなやったでしょ？やりました。あ、でも止まるよ。広がるは。広がりは止まる。あとは消えへんけど、広がりは止まるんで。広がりは止まる。あ、ほんまっすか？うん。じゃあ、いっか、俺で。カナダ自慢の、ホームセンター。カナディアンタイヤに行こう。イエーイ。嬉しくないな、これ。まだでも、買えるの結構安いよね。安いっすよ。うん。300ドルぐらいだね、これ、買えるの。それぐらいっすね。窓自体は300ドルぐらいです。うん。ね、日本と違って。他の州行くと BC とかやったら1200正規のお金払わなあかんですけど。何正規のお金って。あ、アルバータって冬石巻いてるじゃないですか、うん、はいはい。だからアルバータから保険で僕ら負担してるのはちょっとでいいんですよ。あ、そうなのって聞きましたよ、僕は。じゃあ他の州行ったら高いってこと。また高いってことですね。 BC とかってあの、あ、そうなの、あれ塩巻いてるじゃないですか、はい、ああいうところは別に飛び石とかないから壊れても。あ、そう、じゃあ何、そのガバメントから、政府から補助金みたいなのが出てるから、アルバータ安いの？そう、窓フロントから引っ張っては。知らなかったー、俺おかしいと思ってたんだ。日本だと10万円ぐらいかかるじゃん。なんでこっちだと4分の1ぐらいの値段、3分の1ぐらいの値段だろうと思ってたの。あ、そういうことなのね。アルバータがもう石まくって決めたから、アルバータが保証してる。なんだよ、ご存知なのね。そうなんです。知らなかった、マジで。バカなくせにいろいろ知ってんな。学力はバカですけど、それ以外は普通です。認めんだ、その学力バカです。学力はバカです。そこは認めるんだ。そこは認めます。そうなんだ。認めないようにしようよ、そこも。これさ、日常系の動画って2人作ったことないけどさ、需要あんのかね。うん。あります。あれ、緊急にお前に興味があるやつだから、誰もいないと思うよ俺。あります。あれ、さあ、近況は永住権がどうのこうのって言ったの。ああ、そう、永住権がね、ちょっと一歩進んで。おう、一歩進んで。昨日、車は正直急いでで、うん、あの下元に出たんですよ。ほうほうほう。今 50% ぐらいプロセスが終わってるんですよ。おう、なんか、まあ、あと 50%、 まあなんかその資料見てると来年の7月に取れる。来年の7月か、はい、かかってんね。あのアプリケーションって申し込んだのいつだっけ。申し込んだのは19年の19年、12月ですかね。じゃあ足掛け3年かかるってこと。それぐらいか。長いね。まあ移民のな、永住権取る方法にもよるけどね。何クラスっつったっけ。いや、僕は州移民もある。州移民のやつだ。 PNP ってアルバータの一番で、まあ少なくとも2年は絶対いるんですよ。はいはいはい。フェデラルって、まあカナダ全土の普通の移民、はいはい、やと早い人で半年とか。やべえじゃん、レイナの方が早く取れたい。ワンチャンあるんですよね。え、そっか。俺さ、びっくりしたのがさ、この間お客さんと話してて、あのツアーお越しいただいてるんですよ、はい、あのこうアルバータ自由になったから。で、お客様に聞いてたらさ、あのワーホリ、はい、
ワーホリのハードルが上がったんですよって。で何かっていうとワーホリにアプライするのにだよ、はい、あワーホリ の、そのビザ申し込むのに雇用主からの雇用証明が必要なんて知ってた。逆に今雇用証明がいるようになったんで。そう昔はさ、したらダメだったし、日本で就職先決めちゃダメっていうルールだったよね、うん、じゃなくて今ワーホリを申請するのに雇用主のあれが必要になってる。逆になんや。うん、逆に。だからそのゲストの方が言ってたのは、はい、なんか留学エージェントで、はい、留学エージェントでうちで雇うことにして、はい、それでまあ、とか関連会社とかで雇うことにして雇用証明出して、それでこうビワーホリうちを使ってくださいみたいなとこあるらしい。ありがちだよね。あるある、やりそう。あるあるだよね、うん、だから今バンクーバーあたりの日本料理屋さん、はい、それ雇用証明出しますよっていうふうに求人広告作ってるらしい。なんか僕の知り合いで聞いたのは、うん、なんか半年は絶対働けますみたいな契約書に採取られるんですって。はいはいはい、はい、それを出してあげる代わりに、うん、半年は絶対いなきゃいけない。俺も同じこと考えたよ。それ必要だなって、うん、だってさ働きます詐欺出るよね。てかそれしかいないですよね正直。そうだね。昔さ俺ツアー会社やってるでしょ。ツアー会社ってさある年さ、はい、入ってきた新人10人ぐらいでさ、はい、なんか7人ぐらい辞めちゃうのよ。あでなんかいや今年いっぱい辞めんなと思ってたらさ何が起きたかっていうとこういう噂がワーホリの間で広まったらしくて、はい、旅行会社ガイド会社に就職するじゃん、はい、そうするといろんなとこ研修で連れてってもらえるじゃん。ちょっと辞めるっていう、タダで連れてってもらって辞めるっていうのが流行ったらしいんだよね。頭良くない。タダ観光して、そう知識もちょっと得て、うん、それでもうはい辞めますって辞めるっていう、そういうのが頭いいね。頭いいけど企業としては、まあ、まあね面食らったよね。うん、教育費だけ多いと思って。ガソリン代使って結構基準教育めっ大変だからね。そうですよね。もう今新人だらけで、もうロッキー大好きになってもらうためにさこっち必死で教えるからさ、うん、それみんな辞めてっちゃってさ、まあ、そういうことかと思ってさ、そんなこともあるから、だからその何就職します詐欺は俺横行すると思うんだよね。すると思う。うん、いや一人出したんだよね俺。はいはいはい。もうなんか言ってきたの、就職決めちゃダメなんじゃないですかって言ったら、いや違うんです今書いてあるんですけど申請するのに雇用証明必要ですって1個出したんだけど、はい、審査とかないと思うんだ。ただ入国係員がパッて見るだけだと思うんだよね。あれそれはあるかないかだけの、だからその詐欺はね結構あると思うんだよね。いやケニー君証明書出してやるは営業したいんじゃないですか。出してやるから10ドルねって。1枚100ドルぐらいだったら買うやついるだろう。マジでいるよね。それで半年おったら返します。だって俺さ書類を作ってあげたけど会社の名前と なんと GST ナンバーみたいな、なんて言うんだろうな、ビジネスナンバー、はい、そういうの書かなかったよ別に。と向こうはあんまり調べようはないんじゃないかな、まあ、こんなことを広めちゃダメだと思うんだけどね。ぶっちゃけさ、はい、自分で作っても大丈夫だと思うよ。もはやね、うん、もはやサインなんてさ、俺だってなんかクレジットカードのサインするときに面白くいいじゃん、なんだって。なんでもね。別に、買うだけ、金が向こうに入ればなんでもいいじゃん。だサインするとこにさ、ひらがなでサインって書いたら、うち普通に持ってったからね、植えたら。あわかんないじゃん、だって。うん。なんか辞めたら、雇用証明書に書いてあるとこ辞めたら、ガバメントになんかその理由を提出しなきゃいけないとか、それぐらいは作ってほしいよね。そう。出せだけやと、結局、なんで、